中核入試問題。この図形の AE の長さを求めなさい。一度タップして止めて考えてみてください。それでは解説。120度の外角。120度の外角はそれぞれ60度なので伸ばすとこうなる。角 F も60度であり、三角形 EDF は正三角形になります。一辺の長さは6センチです。するとこうなります。次、角 F と角 C が60度になったので、このような補助線を書きます。するとこうなります。 はい、60度60度60度なので、三角形 GCF は正三角形になります。一辺の長さは1 2ンチですので、長さはこうなります。次に、三角形 GBA の角度。60度30度90度は、正三角形を半分に割ったものです。つまり、はい、このような形ですね。60度を挟んで2対1になります。はい、つまりこの長さも8センチに対して4センチになる。よって AE の長さは6-4で2センチが正解になります。